電気指令式ブレーキ。電気指令式ブレーキは、制動機構の一方式であり、主に鉄道車両に使用されるものを指す。英語では、ECB と呼ばれ、自動車分野における、ブレーキバイワイヤーと同義である。その他、商品名として、全電気指令式電磁直通ブレーキや、全電気指令式電磁直通制動などがある。 鉄道車両の貫通ブレーキとしては、アメリカで開発された自動空気ブレーキが、フェール政フ機能の信頼性の高さと応答性、それに、システムの簡潔さなどから、イギリス連邦の各国を除く、世界各国一世紀以上にわたり広く使われてきた。この自動空気ブレーキは、機関車や戦闘車両などの運転台からの指令を、運転台に備えられたブレーキ弁の開閉によって、 列車編成全体に引き通されたブレーキ管と呼ばれる空気管の圧力を減圧さることで各社に伝える構造となっており、列車が高速化し、編成が長大化するにつれて、その応答性の相対的な低下や機能の不足が問題となってきた。この応答性の低下については、各社に搭載されるブレーキ制御弁そのものの改良によってある程度まで解決が図られた。 だが、その代償として、ブレーキ制御弁の大型化が避けられず、空気圧制御によるものとしては一つの到達点となった、ウェスティングハウスウェアブレーキ車、ワブコ開発の有事材弁においては、ブレーキ制御弁1セットの重さが 100kg 以上に達し、しかもその保守に極めて高度な工作技術を要するようになってしまった。こうしたブレーキ制御弁の恐竜的進化に伴う、 製作、保守コストの急増と、電磁制御弁技術の発展を背景として、アメリカでは1920年代以降、日本でも1950年代初頭以降、自動空気ブレーキのブレーキ弁に、電気スイッチを付加し、各社のブレーキ制御弁に、電磁給配弁を付加することで、ブレーキ指令の伝達に、機信号を併用、旧来の低性能なブレーキ制御弁のままで、 低コストに応答速度の大幅引き上げを実現する電磁自動空気ブレーキが実用化された。また、高加減速性能が要求される電車には簡素な直通ブレーキを基本として電気信号による指令を併用、高速応答に加え発電ブレーキや回線ブレーキと直通ブレーキのスムーズな連携動作を容易実現可能とする。 電磁直通ブレーキがアメリカのワブコで1930年代に開発され、日本でも1950年代後半以降、同社からの技術導入により、広く用いられるようになった。これら空気圧制御に電磁弁を併用したブレーキシステムは、既存のシステムとの間で、一定の互換性を維持したままでのブレーキ応答性能の向上に寄与した。電気指令式ブレーキは、 電磁直通ブレーキの考え方をさらに進化、簡素化させたもので、運転台から空気管や空気圧制御を行うブレーキ弁を排除し、電気的な指令のみで各社に搭載された直通ブレーキ、装置を制御する方式である。航空機におけるフライバイワイヤをブレーキに応用したものと考えれば、よく、またその後のものは演算装置によりきめ細かい制御が可能であることから、 電子制御方式のブレーキとも言える。このシステムは日本においては1967年1月に完成した大阪市交通局、現大阪市高速電気軌動、大阪メトロ7000系、8000系用として、三菱電機は同局と共同で開発したクマイナス1、大阪市形式。メーカー形式は MBS で最初に実用化された。この新しいブレーキシステムは、 大阪万博の観客輸送の遂行を目的として1968年より222両が製作され、御堂筋線に集中投入された30系と、1969年より大阪万博に備えて90両が製作された、堺筋専用の60系の2系列。それに、御堂筋線に直通し、万博会場までのアクセス路線となる北。 大阪急行電鉄が新造し2000系44両、7000系40両、8000系、初代16両の3形式系100両に採用され、これらの各系列が空前の輸送規模となった万博輸送を無事に完遂したことで、従来の電磁直通ブレーキに匹敵する高信頼性を実証した。その後は空気配管の削減やブレーキ指令そのもののデジタル化がもたらす。 配線の簡略化によるメンテナンス性の向上もあって、三菱電機のライバルである、日本エアーブレーキ、現、ナブテスコも RD-1 として、同種のシステムを開発して、これに追従し、在来車との混用を考慮しなくてもよい、新規開業鉄道等から順次採用例が増えていった。このため日本においては1980年代から、電磁直通ブレーキに変わって、 電車の標準ブレーキ方式となっているほか、現在では、長らく自動空気ブレーキが採用されてきた機動車や客車にも採用されるが増えている。ただし、フェール政府の観点や、在来車との並結の必要性から、電気指令式ブレーキとは別に、ブレーキ間、非常間を引き通す、つまり、自動空気ブレーキ機構を備える例、近鉄のシリーズ21などが一部に見られる。 運転台のブレーキ制御機からの指令は、電気信号として編成内に引き通される指令線を介して各社に送られ、各社に搭載されたブレーキ制御装置内の中継弁の回路を調整し、各社の元空気ために蓄圧された空気圧から適量に調整にされた空気圧がブレーキシリンダーへ送り込まれることで最適な制動力が得られる。このシステムでは、 便の制御が完全に電気的な回路により行われ、しかも応答速度が非常に速いため、ブレーキからの制御機のハンドルを操作してから、ブレーキシリンダー圧力が立ち上がるまでの空時間は、電磁直通ブレーキの約2秒から約0.5秒へと大幅に短縮された。このため、ブレーキ制御装置内のブレーキ受領機により、ブレーキ制御機からのブレーキ指令や、 空気バネからの圧力による車体の重量や列車の速度などの情報、電動車に搭載された電動機の発電ブレーキや回生ブレーキによる電気ブレーキの執行タイミングを監視しており、速度の低下で執行する電気ブレーキを空気ブレーキの速やかな動作で補い、スムーズな制動を実現する電空協調制御が容易であるほか、大荷重弁により乗客の荷重に応じて、 ブレーキシリンダーに送る空気圧力を調整することもできる。また、遅れ込め制御などの新しいブレーキシステムにも適している。一般的に電気指令式ブレーキは指令線を3本から4本程度で構成され、2進法のオンオフの組み合わせで、ブレーキ指令を伝達して、ブレーキ制御装置内の圧力制御弁の電磁弁付きの中継弁を駆動さるデジタル式。 三菱 MBS などと指令線を一本のみとし、そこに印加される電圧あるいは電流量を変化させることで、ブレーキ指令を伝達して、ブレーキ制御装置内の電圧あるいは電流量の変化を気圧力指令に変化させる電空変換弁により、中継弁を駆動させるアナログ式の2種に対別され、後者では無段階制御が可能となる。近年では、 コンピュータ技術の進歩を受けて指令線を伝送線の一本の引き通し、これをシリアルデータバスとすることでデジタルデータ形式のブレーキ指令を伝達する方式も実用されている。いずれもブレーキ制御機からの指令が無信号となった場合には非常ブレーキを作動させるフェールセーフが備わっている。電磁直通ブレーキでは電磁弁を作動するためのジャンパ線のほか、 指令を送る直通管、圧縮空気を各車両に送る元空気ダめ管、非常時のバックアップを行うブレーキ管と3本の空気管を引き通す必要があった。これに対し電気指令式ブレーキでは最も簡素なシステムの場合、各車に指令線のほか、ブレーキ動力用の空気圧を供給する MRP のみを引き通せば良いため、空気中に含まれる水分の凝結、腐食などによる 故障の問題が少なからず存在する空気配管や便が大幅に削減され、信頼性の向上、製作、維持整備コストの大幅な低減が図れる。また、空気配管を運転室に引き込む必要が特にないため、ブレーキ指令器を主管制御器と一体化できる。これにより、人間工学で理想とされる前方制度を 手前立候のワンハンドルマスコン導入が可能になった。これを日本で最初に導入したのは東京急行電鉄の8000系電車である。さらに、回生ブレーキや発電ブレーキと直通空気ブレーキの分担をマイコンの演算で細かく調節し電動車の電気ブレーキを優先させる遅れ込め制御を行うことで編成全体の電力回生率の 工場や生林しまもの抑制に役立てることが可能である。空気圧指令を基本とする従来の自動空気ブレーキや電磁直通ブレーキなどとはそのブレーキ指令に直接的な互換性がなく、それらのブレーキを搭載した車両と連結しても、そのままではブレーキの超動作が行えない。そのため空気圧指令を行う車両と並結運用する場合には、 電気指令式ブレーキの指令と、在来ブレーキの空気圧指令、および電磁直通ブレーキの電磁弁制御用信号を相互に介する、ブレーキ読み替え装置と呼ばれる特別な機器の搭載が、いずれかの車両に必要となる。なお、この読み替え装置は車両に電源が供給されていないと、使用できない。そのため、公衆輸送や配給輸送時などで、 在来ブレーキ搭載者が無動力状態の電気指令式ブレーキ搭載者を牽引する場合、空気圧指令を基本とするブレーキ装置を仮設するか、あるいは電源を別途確保した上で読み替え装置を動作させるなどの特別な対策が必要となる。また、従来の自動空気ブレーキ、電磁直通ブレーキと違い、あらかじめ設定された特定の空気圧によるブレーキのために、 車両の特性やブレーキの癖など不慣れなものが操作を行った場合において、制動時に劇が大きくなったり、停止位置の調整にオンオフを多用することによる乗り心地の悪化なども見受けられる場合がある。このほか、大阪市高速電気軌道、大阪メトロの行く、近鉄のケブス、それに、東京地下鉄の TRT、いずれも三菱電機 MBS の車内故障など独自故障を、 使用する事業者もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。